おはようございます。ティルと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー鬼コンボ最強伝説やっていきたいと思います。3ヶ月ぶりですね表エンディングを撮った日から3ヶ月ぶりの収録となっております。いよいよ白の道に挑もうと私考えておりますが、その前にちょっとね、今朝の話を聞いてほしいんですよ。私朝5時ぐらいに、まあ最近生活習慣がね改善されまして、昼に起きる生活になりました。昼に起きねえよ朝だよなんで昼に起きてんのまた朝に起きる生活が始まったわけで、まああんま寝れなかったんですけどね。で、寝ぼけて5時ぐらいですね。はい、今実況してる実質あるじゃないですか。実質でコーラ開けました。あのね、いや別にね、コーラになんか振ったわけでもない、振った覚えない、俺は振った覚えないんですよ。でもコーラ開けました。なんかね、シュワなるやん、うわーって出てきたね、ジュータバーシュンってね、もうね、あのね、振った覚えないのに、なんで途中のコーラ開けたらブッシャーってなって、今ジュータもうね、悲惨なんか悲惨なことになってる。2時3時やってまいりました。闘道館なんですけど、王者決定戦やったぞと。で、確かね、転職チャレンジバトルがね、はい、出てますね。やってなかったですよ。まだこのなんかね、久しぶりにデータ起動して、あれ？なんで勇者解禁してないの？っていうことに気づきまして、本日はまずはこちらをやっていきます。正直ね、この縛りにおいて勇者が使えるのはマジででけんじゃねえかなと。すべての相性、ね、すべてのモンスターと職業相性が発生する勇者、そしてすべての技が第三の技に変化するんですよね。それを踏まえるとかなりね、勇者を使う意義はある。はい。じゃあ行きましょう。さあ、ダーマス神殿チャレンジバトル。伝説の勇者ですね。モンスターマスター、賢者、バトルマスターのレベルを一定まで上げるとね、できるようになります。まあ、最上級職と言っても過言ではないですね。よくあるセブンでいうゴッドハンドとかそういう系ですね。さあ、相手チームはもうお分かりの通り、天空から飛来します。勇者、伝説の勇者、HP2800。こいつめっちゃ筐体乱入された。まずはやっぱりさ、うん、だって、この実況名何ですか？鬼コンボ最強伝説ですよ。さすがにいきなりバトルマスター突っ込むわけにいかねえだろ。なんと、悪デーモンたちが、さ、だ、が、だ、せーのって、やっぱり出すか。行くしかない。もう、同じ2800同士。正々堂々と戦おうや。さあ、始まりました。HP2800 同士の戦いです。なんだこの構図。なんか、俺すげえ中ボス、なんか中途半端な、なんか、あの、確かね、どっかのゲームで言ってたんだよ。中ボスって名前はね、中途半端な強さのボスだから付けられるらしいですよ。中ボス扱いよ、これ。しかも向こうも勇気たまんの早いから、伝説の勇者って勇気たまんの早いんすよ。これ、大丈夫なのかな？さあ、幸先よく行きましょう。ウルトラスタンプ、クソすぎる。ちょっと待って、クソすぎる。ウルトラスタンプ、ちょっと待って。打撃耐性持ってんもんな。伝説の勇者って打撃耐性あるんでしょ？で、向こう、こっちの弱点つけるんでしょ？向こう、デインブレイクも、ウルトの剣技も、なかなかいい。999ダメージだって。999ダメージ。まずはね、まずはお互い一発一発の殴り合い。デインブレイクが999はちょっと効いてないんだけどな。あ、やばい、ロトの元気だ。ちょっと待って、これやばい。うわぁ、やるなぁ。さあ、次で死んでしまいますね。このまま行くと次のターンで死にます。はっはっは、ふざけてんわ。なんだこれ、この殴り合い。おい、向こうまだ通行も出てねえんだぞ、おい。ただ普通に殴り合ってるだけなのに負けてんだけど、競り負けてるよね。ツーコン。いや、ちょっと、ウルトラ、レジェンドヒーロー。さすがレジェンドヒーローや。くそ、さすがレジェンドヒーロー。やるじゃねえか。このままじゃ負けるぜ、おい。このままじゃ負けるぜ、おい。このままじゃマジで負けるぞ、お前。これかな？待って、あれ？今気づいたんだけどさ、天使今しました、僕は。僕は今天使をしましたよね。待てよ。伝説の勇者のオーブって確か溜まるの早くて、もう見てわかると光玉なしですよ、あれ。光玉使ってません、あいつ。光玉使ってないんです。でも、もう勇気が溜まったんです。あれ？そういや、こいつ割とインチキだったよな。
あもうなんだなんだな、な何をしてるんだ、何をしてるんだお前は。あのオリコンポ。ちょっと待って、そうですよね。そうですよ。そうだろうよ。あのさ、あの、正直勝てる様子が見えたん、なんかね、なんかね、勝てる様子が見当たらなかったっていうかさ、まるで黒笛の戦いみたいなのか、まあ、黒笛の決勝戦みたいなのかなみたいな。黒笛の決勝戦で挑むミラーチームに対して、子供のチームが挑んだのかなみたいなね。すげえ構図見た気がするわ、今。今ね、あれなんか今時の黒ブレとかクソゲーをね、あの、模したね、戦いを思いの思ってる。大惨事。そらそうなるでしょう。いや、もう音をあげるね。一回負けたぐらいでもう音あげられましたよ、このプレイ。SP とね、モンスター、主人公を天秤にかけた、オムドロイスが天秤にもかけたんですよ。圧倒的に主人公に傾きました。そらそうなるでしょう。さあ、救済ルールと言わんばかりの B ルールですね。これはよくある。概要欄にはね、時々あったる B ルール。主人公固定で、SP が鬼コンボ固定になりますね。さっきなんてもう、ぶっちゃけさっきの戦い見てる限り、何しても、もう、SP 何使っても無駄だった気がする。あの、本来伝説入社これね、味方に使うときは3ターンで勇気なんてたまらないんで、割とインチキされてるんですよね。まあ、パッチョのインチキですよね、パッチョの。はい、よしよしよし、もうそれでいい。パッチョと同じで、こいつインチキあるんですよ。3ターンで敵の勇気がたまりません、普通。なので、つばぜねがどうしても必須になってしまう。またはモンスターマスターでドルマスゲンしてあるからですね。せーので、はい、おーらー一番大事な打点を外したね。3ターンで勇気は普通たまんないですけど、向こうがたまるっていう関係上、つばぜねが必須になってしまうんですよね。なので、まあ、取れる対策としては、本来のモンスターマスターだったら、ナイトリッチはフォーセビでドルマスゲンしてやるとか、まあ、本来の攻略方法はバトルマスターとか使って、つばぜりをするしかないです。オッケーオッケー、ちゃんと出てんね。オッケーオッケーオッケー。それなら大丈夫。鬼コンボと違い、こちらはちゃんと打点がありますね。あ、え、食らうの？もういいよ。伝説忍者ってそういう判断力割と適当だっけ、お前。その割にはちゃんとしっかり。なあ、普通に食らうね。まあまあまあ、じゃあ全然大丈夫。さあ、鬼スピーが鬼コンボを固定であることだけ気をつけないで。いきませんね。せーので、はい、あれー、あ、久しぶりかわいい。次のつばぜり合いが全てを左右しますね。いや、単体能力には負けてっかな。まずここつばぜり合い勝たないと、まあ負けかな。ほぼほぼ負けみたいなところになってますね。とりあえず勝ちましょうや。ま、ちょっとね、モンバト自体の収録が2週間ぶりなんでちょっと怖いっすね。はい、ここ、うん、オッケー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 。勝てるみたい。もう何度も言ってます。ダイヤチャレンジが僕を強くしてくれてるってわけですかね。オッケー、ここで勝つのはテンプレート。もう勝つのがテンプレート。お、情けない姿見せますね。伝説入社があんなフラフラするんだって情けない姿見せてますよ、ちょっと。情けないのは、1900の時の現象だ。さあ、問題は、これさ、多分普通に行くんじゃないかな。伝説に、うん、普通に行った方がいい。普通に行こう、普通に行こう。だって次のターンにもうね、とどめ勝ちできるわ。痛恨2連じゃない限り勝てる。あ、やべ、忘れてた。何使ったっけ、何使ったの、やめて、やめて。あ、オッケー、危ない、やぶねえ、危ない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 。ちょっと今、お前確かタクだよな。確か伝説の勇者ってタクなんだよ。危ねえ、危ねえ。オッケー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 。まあ、これで、あ、待ってよ。これワンチャン麻痺で。麻痺でめっちゃやばいって可能性は。よし、オッケー、勝ったかな、勝った勝った勝った。やっぱり SP だね。SP とモンスターを天秤にオムドロレスさんがかけた時に、圧倒的に、この主人公チームが強いというか、その鬼コンボが弱いのか、これ鬼コンボが弱い。もうまずね、初めの戦いにこんな悲しいことやるとは俺も思わなかったよ。てか、これとどめいけんじゃねえ、あ、行ったわ。あれ、お前、盾は盾あったわ。よね、あれ。さあ、ようやくですよ。もう忘れてました。勇者の試練すら忘れていましたね。
いやー、よかったよかった。まあ無事にね、勇者にもなれたね。正直この縛りにおいて勇者を使えるのマジででかいんじゃねえかな。どうかな、わかんないけど、大魔王に挑むに勇者ってのがちょっと危ないかもしんないけど、全てのモンスターと相性あるし、勇者には最強の技があるからな。早速大魔王と思ったんですけど、その前ちょっと勇者触れておきたいなーって思うんで、ちょっとね、街のブーヤンをね、狩りに行きました。いるねー、あいつ狙い目だなー。ちょっと待てー、物質ゾンビ悪魔か。新米勇者大行進レベル7でございます。そして武器はなんと天帝のうつむき、武器融合。アマかけるはさすがにやりすぎかなーって思って。勇者の行進参りましょう。お供はついに悪デーモンとコングヘッド今までこの2体が組むことはできませんでしたからね。ようやく来ましたか、この並びが。大きるちのいない世界今までのさ、職業相性は発動してても大きるちが絡んでしまったとかさ、運気でどうしても回避できなかったんですよ。ついにいよいよ勇者になることによって、コングヘッドとアークデーモンで組むことが可能になりました。ようやく運気を回避できます。ただ、一つちょっと懸念点があって、アークデーモンもコングヘッドも、まあ打撃に強いわけでもなく、身の守りが低いってことになりますね。これを勇者っておしゃれ機とかでカバーできねえかなって考え、まあナイトウィッチだしな。今のはナイトウィッチだからです。さあ行きましょうか、ロマン砲、天帝ロマン砲、アッキー名殺メツマゼル。はいかまっちかわいそう。炎のノック発射、かまっちに、はい、かまっちが、ああ、かまっち泣いていいぞお前、やった、嬉しいね。はい、魔導書も出して、うん、イオナセン爆裂、うん、あ、気持ちいいな、気持ちいいな。運ゲーのない世界、運ゲーのない世界、平和すげえ、滅魔さんよく、ってかなんで勇者がお前そこ行けんの。あ、打撃体勢見れんね、せーのって、はい、あー、ダメだ、しかも呪われたね。うー、お前たち何してんの、悪伝まで呪われる普通。あれですね、今ダメージ見た通り、呪える側見た通り、ダメっすね、これは。これだと、自分が一番避けたいのは、これから大魔王戦をやるにおいて、一番勇者が打撃を引きつける状況を作りたい。打撃体、正直、悪伝もコングヘッドも身の守り高いわけでもなく、打撃体勢もないんですよ。はい。その関係上、勇者に何とかして、勇者に攻撃を生かしたいっていうのがあるんだけど、どうすりゃいいかな。今回神話の領域来てるのは、まあとりあえず勇者だしなって。あと身の守り一応下げられる、あ、打撃体制か、打撃体制が一応下げれる関係上神話の領域来たんですけど、まあさっき呪いの釜で見た通り、一番食らってるのは悪伝くんなんで、これじゃああまり意味がないんですよね。あはは、ダメ、あ、それダメ、勇者が死ぬ、いやだ新米勇者をいじめないで、そうやって。あ、待ってよ。623? 待てよ。ブーヤンってこのタイプって使う SP なんだっけな。あれ、ブーヤンって、いや、え、あ、は、え、ブ、いや、よかった、と。あれ、なんだっけな、おかしいな。なんだっけな、ブーヤン、お前が使う。もう、あ、リーサです。あ、おけじぴょんぴょんぴょん、はい。ウルトラスターヘンプドーンそりゃそうなるでしょなんだっけな、こいつが使う SP。